つい居場所型なんですけど、USB を刺そうとしたら刺さらなくて、あれ逆かな、もう反対にしてこう、グッグッ、あ、入らない、あ、やっぱり逆だ、うん、うん、あれ入らない、入らないみたいな、童貞丸出しみたいなことをやっちゃいました。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。で、世の中の USB が早く全部 C になればいいのに思っている私なんですけれども、本日の動画は、ゲーム週間売上ランキングを見てみんなでワイワイしようのコーナーとなっております。先週はブラックフライデーを迎えた日でしたね。インターネット上ではいろんなサイトで、まあ、ブラックフライデーセールみたいなのをやっておりましたけれども、果たしてゲームの売上はどうだったのか。まあ、集計されてるのはね、パッケージの売上ではあるんですけれども、ゲームショップとかそういったところも、まあ、ブラックフライデーのなんやかんやをやってたと思いますから、まあ、果たしてどうなっているのか、ちょっと気になるところではありますよね。ただし、今週は売上ランキングにそんなに大きな変動はないんですよ。ランキングを見る時間はほどほどにして、ランキングを見ながらちょっと別の話題、2つほど触れていきたいと思います。1つ目の内容はこちら。ポケモンのリメイクは、このやり方で正解だったのか、っていうお話をちょっとしたいなと思います。そしてもう一つは、12月2日に発表されました、プレイステーションパートナーアワード2021ジャパンアジアのお話。ちなみにこのプレイステーションアワードに関しては、12月3日、動画が出てる本日にも追加で何か発表されていると思いますが、その内容はちょっと動画制作のタイミングもあって、盛り込むことができておりませんのでご了承ください。まあ、12月3日といえば、初代プレイステーションが発売されたちょうど当日となっております。プレイステーションにとってね、何かいい話題があるといいですね、なんていう話なんですけれども、では早速ね、売上ランキングの方を見ていきましょうと言いたいところなんですが、今日もやっちゃいます。刑事チャンネル的どうでもいいランキングということで、ランキングの動画なのですいません、これだけは欠かさず入れさせてください。皆様からいただいたお題にどうでもいいランキングをつけていくという、どうでもいい無駄な時間を私と一緒に過ごしましょう。今日いただいたお題はこちら。恋人にあげるクリスマスプレゼント。センスのないこんなプレゼントは嫌だ。というわけで今回は恋人や家族に合計1万回以上プレゼントを送ったことがある人たち200万人に聞いてまいりました。クリスマスプレゼント、こんなプレゼントは嫌だ。ベスト3、第3位。カット版。やんちゃな子なんだろうね。すぐ擦り傷作ってきちゃうけどね。はい、これカット版あげるって。いらない、私これサビオ派なのってね。バカ野郎って。第2位。神棚。あー、まあ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 、今ね、若い子たちね、一人暮らしだって神棚めったにないからね。メリークリスマス、君の家確か神棚なかったよね。買ってきてよ。バカ野郎。第1位。火星の土地。あそこ見てごらん。火星が見えるね。あそこの、あの辺がね、君の土地だよ。将来あそこにカフェでも開こうぜ。具合悪いわ。ちょっとね、先日ちょっと謎の発熱をしまして、謎の発熱を、その多分後遺症だと思うんだよね。ネタがいまいち面白くなかったとしても、一回体調崩したらね、回復したとしてもね、1週間は引っ張りたいんだよね。いや、ちょっとまだちょっと具合悪くて、ちやほやされて大丈夫ですかって言われたいから、ちょっとね、面白くない、滑ったなって自分で感じた時はちょっと具合悪いせいにしていきます。そんなわけでですね、皆様からどうでもいいランキングのお題をお待ちしております。ぜひコメント欄にどしどし書き込んでください。次回のランキング動画で、採用させていただく可能性がございます。ではゲームの売上ランキングのお話に戻っていきましょう。今回の集計期間は11月22日から11月28日となっております。一応初登場のゲームなどもあったりします。果たしてランキングどうなっていたのでしょうか。今回は読み上げません。1位から10位まで一気に登場してもらいましょう。このようになっております。はい、ドンという形でございます。いやー、1位から見ていくとやっぱりね、ポケモンまだまだ強い。2週目に35万5千本売れちゃっております。そして3位にパワプロくんポケット R が初登場で出ておりますね。いや、っていうか2位のマリオパーティースーパースターズもやっぱ強いね。ずっと売れ続けてるわ。そしてここに来て4位に集まれ動物の森が来ております。売り上げのトータルが今年中にパッケージだけ700万本っていうのを突入しそうです。さあ、5、6、7、8と任天堂のね、定番ソフトがめちゃめちゃ売れていて、第9位にメガテン5がランクインしております。女神転生5粘っております。頑張って売り上げを伸ばしてほしいところです。そしてね、なぜかポケットモンスター、ソードシールドが10位に来てる。いや、なんでだろう。ダイヤとパールのリメイク買えばいいじゃないっていうところなんだけど、こっち買っちゃってる人もいるんだよね。多分勢いついちゃったんだろうね。ダイヤ、パールやって、よっしゃ、面白いわ。やっぱりもう前作のやつも買えっつって、買いに来ちゃったんだろうね。レッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイとかは売れてねえのかな。その辺はね、30位以内にもランキングはしてないみたいですけれども、まあ、ちょっと別物なんでね、まあ、なんていうことでね、やっぱポケモン強いですね。ちなみになんですけども、10位以下のランキングで、11位にバトルフィールド2042がランクインしております。6960本ということです。
が、やっぱり進捗はね、あんまり良くなさそうですね。12位にね、初登場のイーストワードが入ってます。ドットの美しいゲームですね。このゲームこうやってランキングしてくるのはすごいなって思いました。15位には PS4 のコールオブデューティーですね。日本でのパッケージの売り上げを見ていくと、バトルフィールドとコールオブデューティーは似たり寄ったりな感じになってきてるかもしれませんね。そしてハードの売り上げはこのような感じになっておりますね。スイッチ相変わらず強いですね。有機 EL よりもいよいよもって通常版の任天堂スイッチの方がめっちゃ売れてるような状況になっております。そして PS5 は今週も1万台届かず、ブラックフライデーの間はどうやら北米やヨーロッパにたくさん台数が回されてるっぽいかなっていう感じがしますね。まあ、そんな感じのランキングになっておりましたね。というわけでね、絶賛大人気中のポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールなんですけれども、これね、私の動画のコメント欄を見たり、インターネット上のさ、このゲームに対する感想なんかを見たりすると、ちょっとね、否定的な声もね多いんですよ。というかそっちの方が多めなのかなっていう風に感じるぐらいではあるんですよね。まあインターネット上の意見っていうのはいつでも否定的な意見だけが目につきやすかったりするので、そういう傾向のせいなのかなっていう感じもあるかもしれませんけど、ちなみに前作のポケットモンスターソードシールドに対しても否定的なコメントはすごく多かったですよね。ただし否定的なコメントは今回のポケモンと前作のポケモンでは内容は違ったりするので、やっぱりそれなりに物を思うところ皆さん一人一人あるんだろうなっていうところではあると思います。そんな中で今回のね、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとシャイニングパール、このリメイクはこのやり方で正解だったのかどうかっていうところを、私なりに感じるところをちょっとお話ししたいかなと思います。まあ結論から話すと正解だと思ってます、私は。このリメイクのやり方で。というのも、ポケモンって、まあ過去作今までの歴史ずっと見ても、別にその常に時代の先端の技術を使ったゲームとかではないじゃないですか。なんかリメイクにしてはグラフィックが良くないとか、そういったところを言ってる方も非常に多いんですけれども、別にグラフィックを最先端にするためにリメイクしてるわけではないんだろうな、とは思います。まあ、そしてこれからもポケモンはずっと新しいものを出続けるとは思うんですけれども、その都度その都度、その時代その時代のゲームの最先端のグラフィックを使わないスタイルで作っていくだろうなと思います。で、そのスタイルで売れ続けているんですよね。要は人気があるんですよ。人気をちゃんと持続し拡大することができている。なので、そのやり方に正解があるっていうことなんですよ。子供向けに作った結果、大人も取り込める代物。それがポケモンっていうスタイルなんだと思うんですよ。だからこれからも子供向けに作り続けると思いますよ。子供向けに作ると大人も手に取りたくなる。そういう代物なんだと思います。あ、なんかポケモンって大人の人もすごい遊んでるなとか、あ、なんかポケモンって昔遊んでた大人の人がまた今も買うな。じゃあちょっと大人っぽい要素入れようぜってやらない。なんでやらないかっていうと、やらないから大人も取り込めてるっていう結論に今当たってるんじゃないですかね。子供向けに作ってるのに大人も取り込めてるっていうのはなんか違和感のある結論だとは思うんですけれども、それはまあ唯一ポケモンのなせる技であって、まあゲームボーイで出して人気を博し長い歴史を歩んできております。その中でゲームだけではない多面的なね、展開を行ってきて、ポケットモンスターっていうものの認知をねめちゃくちゃ広げてきたわけじゃないですか。そういった様々なものが渦巻いての今のスタイルで多くの人に手に取ってもらえるゲームっていうシステムになっているんだと思うので、まあそれで正解なんだろうなと思いますし、なんだかんだで、正直みんな楽しく遊んでますね。まあそうなるように作られてるゲームなのでね、まあ正直、じゃあ今回のポケモンとか前回のポケモンで楽しくなかったとか、グラフィックに不満を感じるっていう人は、まあいよいよそのターゲットからそれたっていうだけのことなんだと思うんですよね。まあそういう方はぜひね、ダークソウル。ダークソウルが待ってますよ、ということですね。50年の、ゲーム50年の歴史の中で、あれですよ、最高のゲームとしてね、賞を獲得したダークソウルにね、そういう人はぜひ来てください、というところが、私の感じているところです。ちなみにこれは私の感想なんで、別に私が言ったことが正解とかっていうわけではないと思います。世界を通して見ても、ポケモンってゲームの中で、まあ、世界一と言ってもいいクラスのトップレベルの人気を誇っているじゃないですか。だけどゲーム自体は世界のトップクラスの技術を集結させて作ったりするわけじゃない。すごいよね。そこに重要な何かがあるって作ってる人たちは多分もう気づいてるんだと思うんだよね。その証拠に映画とかやったらすごい技術詰め込んで作ってたりするじゃない。そういうところだと思うんですよね。さあそんなわけでですね、まあポケモンの話もほどほどにして、続きましてプレイステーションパートナーアワード2021のお話をしてみましょうか。
あのパートナーアワードって何っていう話なんですけども、日本アジアの地域で開発されたゲームソフトの中で売り上げが上位にランクインし、特に注目すべき活動成果を残した作品に与えられているようです。受賞した作品はテイルズ・オブ・アライズ、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレード、ファイナルファンタジー14、機動戦士ガンダムバトルオペレーション2、ニーヤレプリカント、以上がプレイステーションパートナーアワードとなっております。まあ、ということなので、今挙げた作品が今年のプレイステーションの中で、売り上げが上位にランクインしてた。ちなみに売り上げっていうのはパッケージ、ダウンロード版、パソコン版、すべて、含んだ売り上げだそうです。ファイナルファンタジーやっぱり強いねっていう感じるのと、ガンダムが入ってきてるんだねっていうところ。まあでもテイルズはね、ゲームの出来や売り上げどちらをとっても納得なのかなという感じがしました。その他、スペシャルアワードとして、エイペックスレジェンズ、天水の桜姫、デビルメイクライ5スペシャルエディション、こちらの3本がスペシャルアワードを受賞しておりました。いやプレイステーションアワードってね、毎年さ、配信とかもされてたんですけども、実際に式典を行っていてさ、ね、ジャズの演奏とかがあったりして、まあちょっとすごい楽しげなショーだったんですけれども、今回はこうやって、受賞した作品の発表だけにとどまっております。で12月3日の発表は何があったのかなちょっとその辺が分かんないんで、ちょっと今の段階ではお話できてません。今ひょっとしたらね、大きな発表があって俺一生懸命動画作ってるかもしれないんだけれどもまあショー、実際のショーがないっていうのはちょっと寂しい、いささか寂しいななんてちょっと感じてしまいましたけれどもね。まあ、プレイステーションはね、2021年はなかなかちょっと大変な年だったんじゃないかなと思います。まあ、PS5 の本体の普及もねままならず、そのおかげでいいゲームとかが発売されてもあんまりね、やっぱり多くの人の手に渡らなかったじゃないですか。デモンズソウルやラチェット&クランクなんかがその一つだと思いますが、2022年引き続きゲームハードの供給不足はちょっと続いちゃいそうな傾向があるかもしれないんですけれども、なんとかね少しでも改善していって、でまあ時間も経ってるわけですし、欲しいと思ってる人に、PS5 が少しでもどんどんゆっくりかもしれないけれども、ゆっくりでも確実に届き続けるようにちょっと頑張ってほしいななんて思っております。まあという感じで、今日の動画って何の動画だったの？ゲームの売上ランキングの動画か。なんか内容が途中からね、かなり脱線したような感じだったかもしれませんけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。では、また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。